どうもリフォーム学です。このチャンネルは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しております。今まさにリフォームをしようという方も、これから先ですねリフォームをしようかなという方も、ぜひ最後までご覧ください。こちら私の簡単なプロフィールになっております。興味があれば止めてみてください。はい、というわけで今回は60代ならリノベ一択ということで、いやリノベ以外にも選択肢あんだろうって思われる方もいるかもしれないです。ただ私としてはいろいろとお話をしてきた中で、皆さん結構悩まれてるのが、部分的な改修がいいのか、リノベーションのような大規模な工事がいいのかって悩まれる方が多いんですね。そういった方、特に60代とかそれ以降の方にはリノベーションをおすすめしたいです。いきなりですが、住宅や環境の変化などは30年周期が多いんですね。まずは30代で新築を建てたり新築を買ったりとかですね。そしてその30年後の60代にはリノベーションをしたり、ここで新築に建て替えをしたりなどが多いです。実際にデータで見てみるとこんな感じです。これは国土交通省の資料で平成30年のものなので、少し古いデータではあるんですが、この世帯主の年齢ですね、やっぱり新築は30代が一番多いです。新築の注文住宅が 43.7%、 分譲戸建て住宅、まあざっくり言っちゃうと新築の建て売りですね、これが 51.7%、 そして分譲マンションが 49.5% と、やはり30代で新築の購入が一番多いのがわかります。そして60代で一番多いのが建て替えとリフォームなんですね。ちなみに世帯主の年齢を一次取得、初めて住宅を購入した世帯ですねと、二次取得、2回以上の取得となる世帯で見てみると、注文住宅、分譲住宅、新築マンションともに30代が一番多いんですね。ちなみに注文住宅は全国、それ以外は三大都市圏で調査ということで、全国的に見ても30代で新築を購入される方が多いんです。そして二次取得で圧倒的に多いのは60代になります。ちなみに先ほどのグラフになりますが、建て替え 63%、 リフォーム 50% になりますからね。このデータからもわかるように、30代で初めて住宅を購入して30年後の60代でまた建て替えたりリフォームをするという方が多いんですね。もちろん転職が多い方とか当てはまらないよって方もいらっしゃるとは思いますけどね。でも皆さんよく考えてください。リフォームって30年後に1回やればいいと思います？外壁塗装とか給湯器の交換とか、これ30年放置してたらもう住めないです。この住宅の改修には大体のスパンっていうのがあります。まずは建ててから10年から15年ぐらいの間ですかね。この辺りで外壁塗装とか屋根の塗装、外部の防水など、まあ家を長持ちさせるためのメンテナンス工事、これが必要になってきます。あとは給湯器の交換なんかも必要になってきますかね。次に生活向上のための改修ですね。これは20年前後が多いです。お子さんが大学に入ってちょっと落ち着いたりとか、そういった時期になってくるんですかね。キッチンをきれいにしたいとか、お部屋の壁紙を変えたいとか、畳をフローリングにしたいなどですね。外壁工事のように必須な工事というわけではないんですが、やっぱり食洗機とか換気乾燥暖房機とか、家事が楽になる設備が欲しいとか、部屋をきれいにしたいといって工事される方が多いですかね。そして次のタイミングがやっていきます。築30年過ぎ、また外壁のメンテナンスや給湯器の交換時期が来るんですが、この時期にリノベーションを選択される方も多いです。この頃にはお子さんも自立して生活様式がだいぶ変わってきてるんですね。こんな部屋いらないよねとか、将来のことを考えると寝室は1階にあった方がいいよねとか、リビングが暗いからもっと明るいリビングにしたいとか、そんな時やっぱり皆さんリノベーションという選択肢をする方が多いんです。どうしても外壁の工事だけとか、水回りの工事だけでは部分的には綺麗になりますけど、生活様式、生活スタイルの根本を変えることはできないんです。ただまあリノベーションっていうのは新築に代わるリフォームという感じなので、いわば築30年の新築ですみたいな感じなんですよ。やっぱり費用もかかるんですよね。なのでリノベーションのいいところ、部分的な改修では改善されない点などを挙げていきたいと思います。まずはこれが一番ですかね。間取り変更ができる。いらなくなった部屋をリビングとつなげて広い LDK にしたりとか、1階にあった暗いキッチンを日当たりのいい2階に持ってきて明るい LDK にしたりとか、
リノベーションを計画している段階で一番盛り上がる、一番楽しいところですよね。これもちろん新築でもいいんですけど、今まさに住んでいるお家でここが使いにくいとか、ここがこうなればいいのになとか、ここにこれが欲しいとかっていうのは住んでる方が一番よくわかってるんですよ。これ新築になっちゃうと一旦リセットというか全く別の建物になっちゃうので、動線などがこううまくいかなかったりってこともあるみたいなんですよね。その点リフォームっていうのは今自分が住んでいるので、そのサイズ感とか動線とかわかってるんですね。わかってるからこそこの理想の間取りが作れるというのがあります。次に断熱効果の向上ですね。断熱基準っていうのは何年かに一度見直しが行われてきてます。今から30年前となると、この平成4年基準、平成4年って1992年ですからね、かなり前の基準な気もしますよね。しかも築40年50年になるともう断熱材すら入っていないというお家もあるぐらいなんですよ。そうなると夏は暑いし冬は寒いっていう、かなり辛抱しながら住まなきゃいけないっていうお家になっちゃうんですよ。もちろん窓は1枚ガラスなので、暑くなるわ、結露するわ、でもうもろに外気を室内に入れ込んでしまうんですね。それをリノベーションすれば中の壁も剥がすので断熱材も入れ直します。入れる断熱材も今の基準、まあ最低平成28年仕様でしょうね。ただこれは一応業者さんに確認してくださいね。平成4年の断熱材を使用している業者さんもたくさんありますので。ただこの断熱材を新しくして窓をペアガラスにすれば、断熱効果も今と比べ物にならないくらい上がります。これリフォームでも全然新築に負けないぐらいの性能まで上げれますからね。そして内外装が一新するということですね。これは当たり前かもしれないです。ただクロスの張り替えだけとかだと、窓枠とか幅木とかっていう見切り材はそのままになっちゃうことが多いんです。そうするとなんか中途半端だなみたいな感じが出ちゃうんですよね。まして新壁だと柱とかカモイとかそのままっていう風になっちゃうので、まあアクアラインっていうのもあるんですけどね。でもリノベだと一回全部解体するので、既存利用するものは表面上にはないんですよ。つまり新築と同じように全て新品になります。あとこれは業者さんによるかもしれないんですけど、家の中にある水道管とか排水管とか、これも基本的には一新されます。また外装も同じですね。これも使う商品は新築と同じなので、外観も新築と同じように一新されます。最後は耐震補強ですね。これは木造の在来工法限定にはなるんですが、耐震補強もできます。ちなみに在来工法っていうのは柱とか梁とか土台で組まれていて、筋交いなどで補強する工法ですね。30年前の建物は今の耐震基準を満たしていない可能性があるんです。なぜなら23年前に新しい耐震基準というのができたからなんです。耐震に関してはこちらの動画で詳しく説明しているので、興味がある方はこちらもご覧ください。このリノベーションというのは生活を快適にするだけではなくて、壊れてしまっては何の意味もないので、家を守る、命を守るっていう意味でも耐震補強というのはセットになってくるのかなっていうふうには思います。ここまでがリノベーションの大きな特徴ですかね。まあいろいろ事情があってリノベーションができないんだっていう方も多いとは思います。中にはこういった方もいます。お風呂は変えて間もないから今のを使いたいんだけど。もちろんそういったことも可能です。浴室はそのまま残すとか、トイレは再利用するとか。ただ浴室の場合、外してまたつけてっていうのができないので、基本的には手をつけない、既存を利用するというふうになります。この場合お風呂の入り口も決まっちゃってるので、必然的に脱衣室の位置も決まってきます。リビングからいきなりお風呂っていうのはまあ考えられないですからね。そうなるとこの浴室、脱衣室が基準の間取りになっちゃうので、思ったような間取りにならないっていうのが発生する可能性があります。中にはやっぱり思い通りの間取りにしたいということで、この数年前に変えたお風呂も結局壊しますってお客様もいらっしゃるぐらいです。ただその方こうおっしゃってました。全部まとめてやっておけばよかったね。もちろん浴室はそのままだけど大満足にリノベしましたという方もいらっしゃいますけどね。ただ30代で家を買って子育てしたりとか、仕事とかももう何十年も頑張ってきて、苦
苦楽を共にしてきたお家なので、ここで自分へのご褒美とお家へのねぎらいも込めてリノベーションっていうのは本当いい選択なんじゃないかなっていうふうには思います。幸いなことに今は補助金が充実してますし、おそらく来年も継続して同じ補助金がもらえるようになると思いますからね。はい、というわけで今回は60代なら部分的な改修よりリノベが断然おすすめですという内容の動画でした。もちろん各ご家庭事情があると思いますし、そうしたいけどできないということもあると思います。そういった場合は全然部分的な改修でもいいと思いますけど、リノベにすることで生活スタイルが変わって全然違う景色が見れるようになるということもありますので、ぜひこの動画を参考にしてもらって今後の家づくりに役立ててもらえればと思います。というわけで今回の動画は以上となります。これからもですね、皆さんの理想のお家作りのためにお家に対する情報をどんどんと配信していきますので、この動画が勉強になった、参考になったという方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。またこの動画を作ってほしいとか、これがわからないんだという方はですね、ぜひコメント欄に書き込みをお願いいたします。そういった動画も作っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。